これでクリーンアップですよ。3、4、5と和田、ブランコ、井端とつないでいきます。同点のランナーがセカンド。9回の裏、これで青山投手なんかも前回のね打たれた、はい、ものが頭の中によぎるわけなんですね、でブランコでしょ4番、はい、あーホームランが出たらサヨナラホームランになってしまうし、ランナー1人いますからね、はい、イーグルスは先発がヒメネス、2人目ラズナー、3人目この青山。点差はわずかに1点です。ここ3試合いずれもヒットが出ています。和田バットは止まっています。少し嫌なカウントですね、青山投手は少し嫌なカウントになりますね。スライダーを投げて本来ならこうストライクを取りたいのが、はい、変化球を投げてストライクを取りたいんですよね、それがストライク取れてないっていうのはね、やっぱりストレート待ちになってしまうんですね、バッターはね、はい、打者有利なカウント、これも外れました、これもね外れましたよね。インサイドからのスライダーだと思うんですけどね、ちょっとタイミングがね早くなりましたけども、投げるリズムですよね。投げづらいボールになりますね、次のボールは非常に投げづらくなりますよ、はい。この後が4番のブランコです。5球目、この打球はどうだ、伸びていく伸びていく、打球が伸びていく、入りました、さよなら、ドラゴンズさよなら、こういうね流れになりますよ、今の配球からするとね、和田のサヨナラホームランが出ました。いやでもよく打ちましたし、これ大島選手のツーベースでしょうね、はい、このツーベースでやっぱりピッチャーの青山投手はですね、前回の登板をよぎりましたよ、はい、またやられるんじゃないかなっていう感じでね、そうだったですね、よぎったのがこれストライクを取りに行ったね、はい、最後の最後の1球ですよね、3対2、9回サヨナラ、和田のツーランホームランでドラゴンズ連敗4でストップです。ドラマが、ね、起きましたね、あのドアラ のバッティングから ねドラマが、起きるということを言いましたけど本当に起きましたよね、そうですね。そしてあのドラゴンズのサヨナラホームランなんですが、2010年の5月4日のヤクルト戦、和田のサヨナラホームランですね、2010年の5月8日以来のホームランということになりました。まあ、それにしても一番投げてはいけない甘いボールですよね、青山投手からすると、はい、まあ、それをよく